マジかよ、また増税か。そういえば、高市って誰に票を入れた、うんああ、俺は選挙に行かない。うんまだ決めていないってことあ,あ、違う、選挙に行くつもりはないってこと。え なんでだって政治家って年寄りのことしか考えていないじゃん。車超うるさいし。いや、未だに選挙カーを使うのはそれが年寄りに有効だからだと思う。いや、日本は高齢社会だから、俺一人がいたって何にも変わらないよ。高齢社会だけど、投票率もめちゃくちゃ低いよ。だから若い人たちがみんな選挙に行けば、選挙に行くってなんかダサいし、うん、ダサいかもしれないけど、選挙に行かないのは年寄りのことしか考えていない政治家に投票する。 するのと同じだよ。道元はそんなに日本の政策が嫌いなら帰ればいいじゃん。いや、日本の政策が良くないって言ってないよ。良くないと思うのは、増税のことを愚じっているのに選挙に行かない。たかしのことだよ。じゃあ道元は誰に票を入れたあ。俺は選挙に行ってない。はじゃ、あなんでそこまで外国人だから投票できない。ああ<ー>、うん。分かったよ。選挙に行くの？今から嫌いな。政治家の悪口を言うから。 えほら、ツイッターで馬鹿にした。いや、だから政治家が気にするのは、ツイッターで言われた悪口じゃなくて、票の数だよ。誰に票入れるかは俺の勝手だろ。そうだだから行ってきて。いや、でもやっぱめんどくさい。どうせまた自民党が勝つから。いや、だから、もう勘弁してくれないその気になったら選挙に行くから。ああ、わかった。え、総理と内閣の年収を上げる叫んない。 あ、それ俺も見た。よくないよね。だからもし、ダメだ。今度は写真付きの投稿にするからな。